はい、こんにちは。自由人フラッシュです。今日はですね、暑いですね。暑いですけど外からです。新しいものが届いたのでご覧に入れたいと思います。何かな、よいしょ。はい、今日届いたのこちらです。じゃん。はい、これは何かというとですね、もうこの季節になれば、まあ届くのはこれですね、ストーブですね。そろそろもう夏も終わって、秋になってキャンプの準備じゃないですか。まあキャンプの準備というとやっぱりこのストーブ系ですよね。焚き火台とかストーブとかいったことです。最近は個人的には薪ストーブが楽しいんですよね。特にちょっと最近ではね、こういうギミックの効いた薪ストーブが出てきてて、ずっとこの間からご紹介している M1 さんというところのですね、シティシリーズですかね、の薪ストーブが結構面白いので今日もご紹介したいと思います。それでは行ってみます。レッツゴー。はい、ということでご覧いただきましょう。これね、これも見て分かる通り煙突が入ってますよね。ちょっと今までのものと若干違うんです。煙突は1本しかついてない。なのでどちらかというとですね、火を見て楽しむ的なストーブです。ちょっと開けてみます。こんな感じで煙突でしょ、これは煙突。開けてやるとこんな感じで、これですよ、これはストーブ。あと付属品なんですけど、この袋もいいね。これ油引きみたいな、ハンプっていうのかな、ホロみたいなね、ハンプだねこれね、ハンプか何かの、この袋がまたおしゃれですね。個人的にはこういうのも好きですね。はい、そして本体は、まあ、いつもの通りしっかりしたこれステンレスでね、錆びないストーブですよ。そしてこの辺が部品というか周りのアクセサリーですね。こういつもね、これ引っ掛けるやつと、あとこれ五徳だね、五徳。ちょっと、はい、五徳についてはまた後ほどやりましょう。では早速ストーブの方から組み立てていきたいと思います。こうやって、あ、先にこれ厚さ6センチですって。6センチ。ちょっと寸法測ってみましょうか。うん、確かに65ミリぐらい。これぐらいです。で、奥行きが200ミリ、20センチ。幅が12センチ。で、厚みが65ミリぐらいかね。のものですね。それがどうなるかというと、トランスフォームですね。いつものようにね。こうなって、あ、その前にこれか。これを抜くんですね。この2本のボルトを抜いて、これをね、こうやって、これ、以前のやつはね、開くとちょっと危なかしかったんだな。倒れたりするのが、こう足がパタンとなって、カクンとなったら大変なことになるでしょ。だから今回のやつはこれがついて、このボルトというか、この、こうやってね、鉄の棒で固定するんだね。はい、だからこれだったらもう足が開いたり閉じたり しないので安心ですよね。パタンと倒れて大変なことにならなくて済みますよね。まあ、なったことはないんだけども、でもちょっとこう不安ですよね。そういう心配がないということで、まあ、こんな感じ。まずこうやって台が出ますね。そしたらこの上の蓋を取って、これがねこうやって開くんですよね。こうやって開くんですよ。で、両サイドはガラスです。耐熱ガラス。そしてこの中側を見るとこんな風になっていて、これが引き出せるように、どうだっけ、こうか、これが引き出せるようになってて、これをまた開くと、こういう感じになりました。こういう感じね。そして中にあるこれね、これを外してやって、これが煙突の部品ですね。で、中にこのネジがね3つ、これをなくしそうで怖いんだけど、煙突を止めるネジですね。はい、ということで部品はこれだけです。大きさはね、小さいね。やっぱり幅は10センチぐらいですね。奥行きが20センチぐらい、高さがこれぐらいですね。16、17センチというところですね。そこにつける前に、こいつ煙突ね、煙突をこう裏側からここにはめるんだな。
で、この先ほどのネジですね、これはなくさないようにネジで、こんな風ですね、こんな風にネジで3箇所。すごく締めやすいネジになっているので、簡単に締まりますね、こういう感じ。はい、これで、こちらから火を入れるので、煙突はこちら側ですね。はい、このまま上にかぶせると。かぶせてやって、ここの部品ですね、ここのネジをカチンとこう引っ掛けるんだね。はい、四隅、こうやって引っ掛けてやると、もうこれで上に抜けることはないと。そして煙突を刺したらこれで完了ということです。はい、物としてはこういう感じなので、SM これだけ。もうこれで2本3本の煙突はないということですね。だから、まあ本当にこう、机の上に置いて火を見て楽しむという感じの、どちらかというと薪ストーブかな。ミニ薪ストーブ。ナイトっていうらしいです。ナイト。はい、そしてここのところを見ると、このギミックがね、アップで見た方がかっこいいんだけど、こうやって開くんだね。開きましたね。こうやって開いて閉めたら、こんな風に閉めると。こいつをですね、まあ、開け閉めすることで空気の量を調節するんだね。これもうなんか好きそうなんだよね、これね。まあ、こんなのを使って、こうやって開けたり小さくしたりするのかな。暑いからね。はい、まあ、開けるときはこうやって開けるかな。こんなようにね、やれるようなものです。これすごいね。これどんどんね、面白くなっていく。なんか機能がうんぬんじゃなくてね、面白さを追求してるね。かなり遊び心のある設計の方ですね、これ。遊び心があって、なんかこう次から次から毎年こう、これでもかこれでもかと面白いものを作ってこられるんですね。今だと超早割り 18% オフで23,800円のものが、今なら2万円切るぐらいの金額で出てるみたいですね。早割りでね、幕開けさんでクラウドファンディングやってみるので、見に行かれるといいと思います。はい、でちょっと部品の方のお話もしましょう。はい、こんな感じですからね。大きさがすごくコンパクトでいいですね。はい、そしてこちらの五徳ですね。五徳は煙突に五徳をつけるんですって。ここのある穴をこれ穴に、これまずプレートを通して、まあこれはこうやって置いてもいいし、こういうふうに置いてもいいし、まあ横に置いてもいいね。ここになんかこうコーヒーカップを置いたり、温めておきたいものを置いたりとか、でもっと暖かくしたい場合はこちらでもいいしね。そしてこの煙突ですね、煙突のところにちょっと見にくいけど、こんな感じでね、つけてやるんですね、こうやってね。そしてここに先ほどのごとくを、要するにこの煙突の上で煮炊きをしようってことですよ。でこれがずれ下がらないように、このストッパーみたいなのがあるので、これをね、ちょっと窮屈なんだけど、これギュッとこう中に押し込んでやるんですね。はい、こんな感じで押し込んでやります。でキュッと閉まるところにすれば、これでもうグラグラしないので、ガタガタしないので、これで大丈夫ですね。ここのアイディアもよく考えてありますよね。もうこれすごく丈夫ですよ。これ煙突ごと抜けてきちゃうので、すごく丈夫です。これだったらお鍋とか置いても全然問題ないですよね。ちょっとした鍋、ラーメン鍋ぐらい置いてもへっちゃらですね。全然問題ないです。はい、ということで、私はまあせいぜいここでね、こうグツグツやるぐらいかな。ここでやるのはよっぽど急速に温めたい、沸騰させたい時とかはいいかもしれないですけど、まあ、ここでも十分熱くなると思いますよ。はい、まだねちょっと明るい時間なので、暗くなったら火入れをしてみたいと思います。まだ一回も使ってないので、ね、楽しみですね。まあストーブ自体の機能はね、いつもの通りというか、もうここのストーブはね、本当いつもよく燃えるんですよ。なのでまあ全然心配はしてませんけども、まあやっぱり唯一欠点があるとするならば、これはやっぱり二次燃焼形式じゃないので、もう直接燃えるだけですから、やっぱり結構燃え方が早いんですよね。で、まあ、薪も結構使ってしまうということ、それと難点といえば、とにかくこれが20センチしかないでしょ。だから長い薪は入らないし、太い薪も入らないですよね。
ここをせいぜい10センチ角ぐらいしかないんですから、長くて太い薪は入らないから、太くてもせいぜいこれぐらいの薪ですよね。これぐらいの薪がですよね。こういう薪がこうやって入るかなって。これでも2本入れるともういっぱいいっぱいですからね。はい、こんな感じになるかなっていう感じですね。まあでもね、これは本当にさっき言った通り、火を見ながら雰囲気を楽しむようなね、薪ストーブ。あとね、やっぱりこれ進化した分だけね、このガタガタがない、ここのね、足がカタカタしないので、これがね、すごくしっかりしましたね。あと作りがね、なんかグラグラしたところが一個もないんですよ。はい、すごく頑丈にできてますね。まあバラすのも簡単ですよね。ちょっとバラす、先にバラしをやってみましょうか。明るいうちにね、バラすのも簡単で、先ほどやった通り煙突外すでしょ。はい、以上ですね。まあ、組み立てもどうかな。組み立てっていうか撤収も3分あれば十分できちゃうような感じですよね。片付ける時もこれだけね、この部品だけちょっとなくさないようにしておいて、でね、どうもいろいろやってみたらこうやってやるといいっていうことが分かりました。まずここにある紐に煙突を縛り付ける。こうやって煙突を先に縛っておいて、でこいつとこういう感じですよね。これで止める。そしてこいつがくるんと回って一周回ってきて、このボタンがおしゃれだね。このボタンがかわいい。このボタンではめて出来上がりと。こんな感じ、こんな感じです。可愛くないですか、ね、はい、こんな感じで撤収も非常に簡単ですね。はい、ということで、じゃあ夕方になって暗くなったらね、火を入れてやろうと思います。それではまたお会いしましょう。はい、まだ夕方、真っ暗ではないんですけども、始めていきたいと思います。そうですね。着火剤を入れておきます。フェザーを一応作っておこうか。フェザー少しだけ大丈夫かな。はい、火を、ね、つけてやりました。だいぶドラフトが起きてきてますね。あとこの上にですね、ちょっと熱い、この、はい、この煙突の上にですね、こんな風にお湯を温めてやろうと思います。ここでボイルする感じですね。だいぶね、ドラフトが起きてきてるので、だいぶ吸い込まれていってますよね。はい、これでもう本格的な燃焼が始まっていますね。やっぱり火を眺めるのはね、いいんですよね。どうね、ちょっとまだ夏で暑いからいけないけど、ちょっと温度測ってみましょう。煙突の付け根のところでも180度ぐらいまで上がってます。180度ぐらいね、上がってますね。の中だともう250度超えててますね。はい、260度ぐらいまで行ってます。はい、お湯沸き始めましたけど、多分ここに置いててもね、十分あったかくなるんですよ。ここでも180度ぐらい出てるので、この上でもね、お湯は十分沸くと思います。はい、で、火力調整はこの開口を上げたり閉めたりすることで、これで火を大きくして、小さくするときはこう、その方がいいな、こうやってやると小さくなりますよね。まあとにかくメカニカルな感じ。こうやって開けるときもですね、こういう感じですね。はい、これでここからこんな感じで火をね、入れてやるけど、もうこれ以上太いのは入らないですね。もう今入れた木が早速燃えるので、ね、相当いい燃焼効率なんですね、これね。
はい、まあお湯が沸くこともね、分かりましたよね。あとはこれはこうこうやって動かしておいて、冷ましたくない時にこうやって置いとくぐらいね、こういう使い方もいいと思いますね。これだったら冷めない程度に保温ができると思うんですよね。小さくても本格的だよねこれ。本当にこのね、小ささがいいんだよね。バイクツーリング行く時に薪ストーブってもう持っていけないものと思って諦めてたけど、あそこまでコンパクトになるんだったらひょっとしたら持っていけますよね、オートバイのバイクツーリングでも、うん。まあ、あの焚き火はね、片付けるの大変だけど、薪ストーブぐらいだったらそんなに大変じゃないからね。まあ、これみたいにパタパタと畳めるんならそれはそれでいいかもしれないですね。まあ、冬場のキャンプなんかにはこれが1個あると、ちょっとテントの中ではちょっと使えないですけど、これはね、いいと思います。はい、というわけで今日はですね、 M1 さんの、シティストーブですね、シティストーブナイトというのを、ね、ご紹介させていただきました。バージョンアップというか、まあ、モデルが進むに従って、まあ、これでもかこれでもかというぐらいに工夫をされてですね、まあこれ以上はないんじゃないかなというぐらいまで出来上がってきたんじゃないでしょうか。あのとにかく小さくメカニカルにするという、そういうテーマみたいですよね。それがちょうど我々の年代のおじさんたちにはこうツボにはまるんだね。こういう小さくていかにもこうなんかメカニカルな感じで、しかもデザインだけじゃなくて機能的にもちゃんとしているという。で、特にこのストーブは折りたたみができるということですね。バイクでねツーリング行く時にでも今まで諦めてた薪ストーブっていうのを持っていくことができるということですよね。本当にこれぐらいですからね、20センチの10センチの6センチそれで収まるような薪ストーブってちょっと考えられなかったですね。まあもし可能ならこの追加の煙突をね手に入れてこうテントの中で使いたいとかいうこともできるかもしれないので、まずその辺はちょっとお考えになるともいいかもしれないですよね。まあとりあえず秋冬にかけてですねストーブ使いたいという方にはいいんじゃないでしょうか。焚き火よりね私は個人的に好きですね、この火の感じはね。あまり煙が出ないのが特にいいんですよ。で飛び散らなくて火事の心配もないしということでね、まあ、安心じゃないかなと思いました。ただねこの辺すごく暑い、300度超えてますからね、ちょっと取り扱いにはご注意してくださいということで、ちょっとまだ暑いので汗いっぱいかいてやらせていただきましたけども、 M1 さんのストーブね、今幕開けさんでねクラウドファンディング中ですから、ぜひ今のうちにご覧になられてはいかがでしょうか。今割引で手に入れることができるそうです。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。まあ、このチャンネルでは、まあ、こういったのキャンプとかバイクとか、まあ、ガジェットですね、我々おじさんたちが興味ありそうなものをですご紹介してますので、新しい動画を見逃さないようにチャンネル登録とベルボタンをねぜひよろしくお願いします。また今日のストーブのね動画役に立ったよと、面白かったよという方はですね高評価ボタンもねよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ゆうさん、さら。いや秋のキャンプが楽しみになってきましたね。なら夕焼けも綺麗だな。